ぐすうようちゅうがなびら、わったあゆんたんざえめんそうれ。読谷村は沖縄本島の西海岸沿いに位置する、たくさんの緑と広々とした空に囲まれた自然の村。歴史と伝統文化を愛する人々が住み、2014年1月1日には全国で最も人口の多い村として日本一になりました。そんな読谷村は、一般向け民泊体験プラン、日帰り体験プランを実施しております。民家の方との対面は、村内で待ち合わせる方法と直接お泊まりの民家へ出向く方法があります。出会えば皆家族。民家の方と沖縄の伝統芸能や文化に触れていくことで、読谷の暮らしやこの地で暮らす人々の生活を体験することができます。純粋な異文化体験、都会の喧騒から離れ癒されていく、沖縄以外では味わえない、今まで味わったことのない出来事や沖縄の文化に触れながら滞在することで、新しい発想を得たり、さまざまな経験体験をすることが可能となっております。沖縄三線体験。紅芋を使った料理体験。チャンプルーなどを実際に作る体験。サーターアンダギー作り。沖縄の伝統である琉球染めの体験。やちむんといわれる焼き物を作る体験。サトウキビの収穫。紅芋の収穫。自分で拾ってきた貝殻で工作体験。憧れの沖縄琉球衣装。
読谷村の沖合では生けすの中にジンベエザメを飼育しています。シュノーケリングやダイビングでジンベエザメに近づくこともできます。夜は民謡居酒屋で交流を持つこともできます。那覇市から車で1時間ほどで澄んだ空気、広い空、青い海に出会える。読谷村では会議、研修、セミナーなどのいわゆるマイスも開催することができます。また学校のスポーツ合宿などにも対応しており、さまざまな使用用途に合わせたプランを各種ご用意しております。その中でホテルなどの宿泊施設ではなく、一般向け民泊体験プランで読谷村の普通の民家に泊まることができます。日帰りプランや素泊まりにも対応可能です。また国内からのお客様だけでなく、海外からのお客様の受け入れも可能です。インド、中国、東ティモールなどの外国からの受け入れ実績もあります。ゆっくりした時間に確かに感じる沖縄の風は、ここに暮らす人々の温かさ、愛されてきた文化を感じることができます。少し疲れてしまった心を癒したり、食べ物の大切さ、本当の美味しさに気づいたり、人と人との交流の中で泣き笑い、読谷民泊にはそんな小さくても大切なことがたくさん詰まっています。また来るよ。